お、どうも、福津東海なるかでです。キューブリックムービーの木瀬冬斗と申します。お、元つけなくていいですか。元、腹痛ドーパミンの木瀬冬斗と申します。はい、よろしくお願いします。今回、ビジュアル系の新コーナーなんですけど、お、名付けて、ビジュアル系検証。おー、木瀬さん、今はそんな聞かないと思うんですけど、はい、あのガゼットの特に、はい、あの異端芸者時代だ、はい、大日本異端芸者時代好きだと、はい、はい、好きですってことで、今回の検証なんですけど、はい、大日本異端芸者時代のガゼットが好きな人にゴシップを勧めたらハマるのかどうかという検証でございます。おー、ゴシップというバンドがいるんですよ、はい、で、僕、あのそんなに知らなくて兄貴が聞いてて、はい、で、聞いた時に最初に思ったのが、はい、異端芸者時代のガゼットだって思ったんですよ。なるほど、思ったんですよ。で、あの正直で、あのボーカルもあの、まあ、憧れていると、おそのリスペクトしているっていうことをもう言ってるんですよ。でやっぱそのパクリとかっていう人もいるんですけど、はい、自分的にはなんかそのリスペクトがすごいなっていう印象で、はいはい、でも尊敬が入ってるって感じなんですよ。なるほど。で本当にこうやり通したよなって感じがあって、うん、すごい僕的には好きなんですよ。なるほど。でちょっとそれでちょっと2曲ピックアップしてきたんで、はい、これをちょっと木瀬さんに聞いていただいて、はい、あのまさに異端芸者だったら絶対木瀬さんの方が詳しいし好きなんですよ自分が、はい、まず最初に聞いていただく曲が武道会クソったれ行進曲。攻めてるなぁ。もう本当にこの曲を自分初めて聴いたんですよ、うん、もう異端芸者です。はぁ、かっけぇなぁ。やっぱかっけぇと思います。かっこいい、めちゃくちゃかっこいい。あの一番最初にガゼット聴いた時の衝撃に近い感じ。おお、やっぱそうなんですね、うん、声も似てるしね。似てるんすよ、うん、ルキさんに結構似てる。ちょっと軽い感じなんですね、うん、あのルキさんより。イントロというかね、あのギターのところもね、リリ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 リガセットっぽいよね。いいっすか、めちゃくちゃいい。すごい感じなんですけど、どうですか、結論から言うと、はい、ガゼットのパクリじゃないと思います。おお、全然。お、なんかイメージね、はい、僕が思った感想、まあ2曲しか聴いてないですけど、はい、たまたまその2曲がそうだったのかもしれないですけど、ガゼットって僕のイメージの中でこうたくさんある中で結構やっぱ若者に向けた曲ってやっぱ多いんですよ。その中でも一部日本愛国心っていう部分をガゼットは持ってるところがあって、それがさらばっていう曲にも表れてるんですね、はい、そこの部分を広げた感じですね。おー、この2曲は、この2曲はゴシップなりにそこのさらばっていう曲を、広げた、うん、っていうイメージで、だから僕が多分あのガゼットよりもゴシップに先に出会ってたらこっちにハマってた可能性は十分あるかなって。あ、そうなんですね。いや、もうちょっと、うん、もしよかったら聴いてみてください。いや、聴いてみます、聴いてみます。この2曲もそうですし、実際その今1人しか聴いてないんですけど、うん、そのやっぱこう何割かっていうと結構響きやすいですかね、うん、響きやすいと思いますよ。もうしっかりとこう全体的に 見渡すとやっぱり影響下ではあるけれども、丸パクリではなくてやっぱリスペクトなんですよね。一番最初にアルカディアさんが言ってたパクリではなくてリスペクト。まあ、あの他にも曲あって、もちろんこういうワードのテイストじゃない曲とかもちょっとあったりするんで、あの、まあ、それは正直ちょっとガゼットと違ったりとかっていうのもあるんで、これだけじゃないんで正直今回の検証結果としては、うん、あの響く人もいる、響く人も結構多いんじゃないかな。いや、うん、特にガゼットのさらばっていうちょっと愛国心向けの曲が好きな人はもうほぼ 90% ぐらい響くと思う。あー、なるほど、うん、そういう検証結果でございます。はい、正解だと思います。はい。